しまうことがあるんですね。ですので公開トレーニングの間だけはフラッシュ撮影はご遠慮いただくようお願いいたします。さあそれではまずはトレーニング始めていく前に皆さん天井のベルトをご覧ください。ベルラたちが生活をしているのはどこであるか。はい、出てくるような国境の海で暮らしています。氷が海に浮かぶ、まあ、そんな世界で生活してるんですね。マレーシアあんなところで国境とか国境とか国境に行きたい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 。ベルナたちはこの氷の下を覗いています。氷の隙間を見つけてベルナたちが時計をしに上がってきています。この氷の下を覗いてみるとこんな感じですね。こうやって氷の隙間を見つけては息継ぎをするために上がってくるんですね。してくれて
Thank you.
け借りる。
ピーがめっちゃ回復したわ。